ブレーメン系ベルリン市電 GT6N 型電車 GT6N 型はドイツの首都ベルリンの路面電車であるベルリン市電で使用されている電車。1994年から営業運転を開始したベルリン市電発の超低床電車である。1990年のドイツ再統一によりドイツ共和国全体の首都となったベルリンには旧東ドイツ時代から運行が続く。 ベルリン市電の路線網が存在した。当時この路面電車で使用されていたのは、チェコスロバキアの KD タトラで大量生産されたタトラカーと呼ばれる車両であったが、これらは乗降の際に数段のステップを介する必要がある高床式車両であり、バリアフリーや乗客の流動性の面で難があった。そこで、ベルリン市電をはじめとした、ベルリンの公共交通機関を運営する。 ベルリン市交通局は1991年にブレーメン市電の超低小電車を用いた試運転を実施し、その成果を受けて同型車両を導入することを決定した。これが GT6N 型である。ベルリン市電に導入された GT6N 型は日本ではブレーメン型とも呼ばれる世界でも最初期に量産が実施された超低小電車である。 各車体に一組の台車が設置されている三車体、連接車で車軸が存在しない独立車輪式台車を用いることで車内全体の床上高さを 350mm に抑えた100%低床構造が実現している。また、乗降扉下部には車椅子やベビーカーの利用客に対応した収納式スロープも設置されている。主電動機は 車体床下,下の端部に掃化され、カルダンシャフトや傘歯車を介して、片方の車輪に動力が伝えられ、もう片方の動輪にはねじり軸を介して伝達される。これらの台車はボルスタレス式で、わずかだが車体と独立して回転することも可能である。ベルリン市電に導入された GT6N 型は導入時期や運転台の数によって以下の形式に分類される。 そのうち1997年以降に増備された両運転台車両は、中端にループ線が存在しない系統での運用に備えて製造されたものである。最初の車両となった試作車4両は1994年4月から試運転が行われ、同年から営業運転に投入された。導入当初こそ故障が頻発したが、以降は4時にわたって生産が行われ、 2003年までに片運転台車両105両と両運転台車両45両が導入された。これは日本の各都市も含めてブレーメン型が最も多く発注された事例である。そのうち最後に増備された両運転台車両については冷房装置の設置や側窓への着色ガラスの採用などの設計変更が実施された。当初は アイグが製造を担当していたが、同社は1996年にアブの鉄道部門と合併してアドトランツとなり、さらに2001年にボンバルディアトランスポーテーションに買収された。そのため、GT6 型は3つの企業にまたがって製造されることとなった。一連の GT6N 型の導入により、更新工事が行われなかった車両を中心に、 タトラカーの廃車が進行したが、2003年に導入された最終造備車をもって、ドイツ国内におけるブレーメン型の製造自体が終了したため、ベルリン市第への調停小電車の導入は2008年以降のフレキシティ、ベルリンまで一時途絶えることとなった。2010年代以降は GT6N 型の全車に対して制御装置の更新や、 フレキシティベルリンに合わせたディスプレイ式車内、案内表示装置の設置、無線装置の交換などの改造が実施されており、工事が完了した車両は、形式名や車両番号の変更が行われている。ありがとうございます。